走りの学校、和田圭一です。今日はこのマーカーを使ってスタートダッシュを速くするためのマーク走を行っていきたいと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。特にスタートダッシュって足の軌道と正確に力を伝えて進んでいくことが非常に大事なんです。皆さんイメージをしていただきたいんですけど、自転車って乗り始めが一番不安定になりません？速度が出てないんで不安定なんですよ。この不安定な中で強い力を前方向に加えていくっていうのが非常に難しい。そしてできてない方がほとんどなんです。がむしゃにブワーって走る子すごい多いんですよ。そのままトップアスリートになってる方もめちゃくちゃ多いです。今日の動画を見ていただけると必ず 10m のねタイムが改善されていくと思います。ぜひ皆さん一緒に行ってみてください。それでは今日も楽しく走りを学んでいきましょう。バモス。さあ今日マーク走をやっていくんですけども、ポイントが2つあります。1つが股関節から足を動かしていくということです。そして2つ目がマークとマークの間に足を入れるのではなくて、真上から捉えてしっかりと足を入れ替えるということです。この2つを技術的に意識していきましょう。そしてもう1つはマークの距離です。この距離が間違ってしまうと、広すぎるとオーバーストライドになってしまって逆効果になってしまうことがあるので、このマークの距離の選択の仕方の目安も今日お伝えさせていただきますので、ぜひ最後までご覧ください。5m、10m っていうのは結構むちゃくちゃな走りをしてもあまりロスってないんですよ。ベターって足をついたとしても低ければある程度のタイム出ます。体が浮いてしまうことの方がロスなんですね。足をしっかりと空中で入れ替える、空中スイッチができていても、ここで浮いちゃう人っていうのは実は走りが汚くて力が強い人の方がタイムが出たりします。もちろん究極はすごい綺麗なフォームで無駄がなくて、なおかつ強い力が加えられている、これがもちろん究極バージョンです。でここを解説させていただくと、今日はですね秋光くん登場してもらいます。秋光くんはアメリカフットボールでトップリーグで活躍している選手です。ワイドレシーバーというですねアメリカフットボールの中でも走るのがすごい大事なポジションで活躍していると。なんでまあ足が速いわけなんですよね。速くなりましたね、走るのが。 ありがとうございます。とりあえずちょっと 10m 見ていきましょう。すごい、あの良くない例みたいなところから良くするっていうこともすごく意味があるんですが、まあ、いいお手本としてすごくいい動きだったかなと思います。ありがとうございます。これをさらに良くしていくため、もしくはここを目指したいよっていう方におすすめの練習やっていきたいと思います。マーク走っていうのはこういった印を置いて歩数を制限していくと、歩幅を決めていくという練習なんですね。例えばこの線からスタートするんだったら、じゃあ最初は今のアキミスクの動きぐらいだとこれぐらいかな。こうやってマークを置いていくんですけど、これなんでマークを置くかっていうと、走りって結局 30m だとしたら、福田選手前後ぐらいの身長だと大体16歩から19歩ぐらいだと思います。歩数って大体決まってるんです。これがでもマークがあることによって自分の足が何回地面につくかより明確になるんですね。そうすることで1歩の出力を上げようとするんですよ。足が速い人っていうのは走りが一歩一歩の連続であることをすごく意識してるんで、一歩一歩力をちゃんと伝えようとするんです。でもこれをがむしゃらに走っちゃう人っていうのが非常に多いんですよ。このがむしゃら走りをここで修正することができます。お願いします。 OK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 。 じゃあ次ちょっと増やしていきます。これを急に並べるとですね、オーバーストライドになりやすかったり短いストライドになりやすいので、ぜひこうやって一歩一歩走りながら確かめていってください。今だとちょっとこれが長いので短くします。よし、やってみましょう。お願いします。 OK。 まずね、これいろんな方がいると思うんですけど、最初はやや広めでいいので大きくバウンディングのような走りをしてほしいんですね。速く走れないパターンっていうのはこの膝下の動きで地面を蹴ろうとして股関節周りの筋肉を使えない方が非常に多いんですね。これ特にサッカー選手多いです。子供たちも含めてサッカーのやってる方が股関節周りを使わない方すごい多い。昨日ですね、フットサルの元プロ選手ですごい方がいたんですけど、その選手とすごい意気投合したんですけど、日本のサッカー選手って膝下の技術すごい素晴らしいんですよ。でも股関節を使ってシュートをするとか、シュートもだからね膝下で振るっていう風に教わることもあるんだって。へえ。その人はそれはもう絶対違うと。海外の選手はもう股関節から動いてると。海外の選手って股関節からの動きめちゃくちゃ上手いんですよ、サッカー選手は。
ただやっぱり日本の子供たちってこのね膝下で走っちゃう子すごい多い。もう絶対これで改革が必要だと思ってます。でこれができるようになったら日本のその技術っていうのはさらにスピードで生きていくということなんです。でそういう意味ではこれってある程度ストライドが長いと膝下じゃ絶対走れないです。なんで最初はちょっと広めに設定してしっかりと股関節の動きがドンドンドン出るように設定いただきたいということなんですね。僕走ってみて、極端に広いなとは思わなかったんですけど、10メートルが近いなって感覚にはなりますか。はい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 、一歩一歩がしっかりと踏んでるから、はい、すぐつく感じがしてますね。はい、全ての力を地面に正しく伝えて走ってる人って非常に少ないですよ。すごいね、あの頑張ってる陸上選手でも力がね一歩一歩正確に伝えるっていう意識がない子供がほとんどだった。考えたことなかったです。そうだよね、そんなこと。そうだよね、これがねやっぱね世界のトップはねすごい性格なんですよ。そういうためにこのマークス非常に重要です。じゃあ具体的にどれぐらいの、まあ、距離なんだっていうことをちょっとあの説明していきますね。はい、最適なストライドっていうのはもちろん身長だったり技術レベルによって変わるんですけど、ここからやっていただきたいという距離を紹介します。で僕はだいたい身長170センチぐらいなんですけど、足がこれ 27.5 ですね。最初この線を決めたらこの線から最初1足ですね、ここにまずコーンを置いてください。この中心ですね、中心が1になるように。でここから1、2、3ぐらい、大体3足ぐらいですね。ここに2個目で次 3.5 に次で次44もしくは4でもいいし、こう 4.5 でもいいです。また 4.5 に置きましょう。じゃあこれで最初やっていくんですけれども、結構これねもしかしたら最初は遠いと思う人がいるかもしれません。その時に空中で足を入れ替えること、これを意識して股関節を大きく動かしてみてください。この股関節から大きく動いていればしっかりとこれを行うことができます。例えばじゃあ子供たちどうすればいいのっていうことがあると思うんですけど、子供たちは子供たちの靴の大きさでぜひこの距離感で試してみてください。秋光くんも僕もね身長と靴の大きさが大体一緒なので、僕が測った測量でやっていきたいと思います。いい感じです。この時にコーンとコーン、マーカーとマーカーの間があるでしょ、ここの間でしっかりと足を入れ替えて強く叩くって意識が非常に大事です。まだ弱いですか僕は。いや、もっと強くなる、もっと強く、もっと強くなれば速くなる。これね、ダメなのがここをただ足を入れようとするの、これダメです。マークソーとかすごいのがこの足を入れようとしちゃうっていうのが非常に多いんですよ。そうじゃなくて意識するのはまず最初の一歩っていうのはここからここじゃないんですよ。お、最初の一歩はここからここまでなんです。なるほど、空中で一歩終わってるんです。ここからここまで一歩終えたら次に入れ替えて2歩目ここまでなんです。マークソーとかハードルソーの一番のミスはここにつくってことが目的になっちゃうんですよ。ここはつくんじゃなくてここは真上から捉える場所なんです。ここから上からしっかりと叩いて叩いて叩いて入れ替えて入れ替えて、これができるかで最初のスタートダッシュの速さが決まります。お疲れ様でした。お疲れ様でした。今日の動画いかがでしたでしょうか。ポイントがですね2つあったと思います。1つがしっかり股関節を使うこと、この股関節が使わないで膝下で動いていると最初スタートのストライドが出ないので、こう相手に差をねつけられてしまったり相手を抜ききれなかったり、なのでまずしっかり股関節で動くことを意識していきましょう。で股関節で動くためには、ぜひ、この動画をチェックしてください。で次、2つ目非常に大事なのが足をねマークとマークの中に入れようとしちゃうこと、これがね問題なんです。そうじゃなくて一歩っていうのはここのベースポジションまで、そして足を入れる時っていうのはしっかりと入れ替えた足を上から捉えていく、この動きが非常に大事です。この2点に注意して、マークスやってみてください。そしてマークのね幅っていうのは今日ご紹介した幅をまず最初やってみて、でもちろんねその時の技術度合いとかでですね余らなくなる時があると思うんで、そうする時には一歩一歩調整してみてください。意外とこれ、ね、調整仕方がね難しいんで、まずベースはこれでやっていただけると微調整で済むと思います。恒例企画 Q&A。 ありがとうございます。ありがとうございます。
家でもできる瞬発力を上げるトレーニングに入れてみてください。メアク筋トレ塾さんで行ったランジウォークの動画ですね、こちらに届きました。ゆうせいさんからのご質問です。小さいうちに筋肉をつけすぎると背が伸びないと聞きました。小学生はジムで何をしたらいいですか？ぜひ動画で教えてください。ありがとうございます。なるほど、小さい頃に筋肉がついたら背が伸びないんじゃないのって方結構多いんですけど、聞いたことありますよね。ありますよね、はい、これって極端な筋肉のつけ方っていうのは確かに身長伸びっていうのを阻害するかもしれないんですけど、運動っていうのは逆に、ね、成長ホルモンを分泌させたり筋肉や骨を、ね、頑丈にするので運動っていうのはすごいいいんですね。結構最近は極端にこれを懸念しすぎてて、運動をするときに懸念してしまう方が多いかなっていうのは正直印象としてあります。それによって子どもの運動能力って昭和何年から平成二十何年30年間からかな、 50m 走って 0.34 秒してるんですよ。落ちてるんです。落ちてるんだよ。スポーツのさ成績がみんな上がってて、野球サッカーのすごい活躍選手出てるのに全体的に落ちてるんです。差が生まれてるってことですか？じゃあ差も生まれてるってことですよね。速い人はすごい速くなってるけど全体は落ちてる。なので結構その全体的な運動量っていうのがもちろん落ちてきてしまっているはずなんで、こう筋肉がつきすぎるっていうので運動をちょっと遠ざかるっていうのはぜひですね遠ざからないでいただきたいと。多分ねご質問いただいた方は結構運動熱心な方だと思うんで、筋トレって意味ではもちろん重い重量でスクワットとかする必要はないです。そうするとね関節に負担が来てしまうのが、怖いかなと思います。なんで僕のおすすめは動画でやらせていただいたジャンプというボックス、ボックスジャンプっていうのかな、はい、いろんな言い方があると思うんですけど、ジャンプしてボックスに乗るっていうの、これめちゃくちゃいいです。これすごいおすすめ。なんでかっていうと股関節の伸展、強い一発で強い力を出すっていう瞬発力も鍛えられるし着地が安全なんです。これねやっぱ高く飛んだら飛んだほど着地がね膝に負担がくるっていうのもやっぱあるんで、着地が安全なところに飛び乗れるこの種目は非常におすすめなので、ぜひこれを行ってみてください。それでは今日も楽しく走りを学んでいきましょう。バモス。